ウォレス・ルーニーはアメリカ合衆国のジャズトランペッターである。ウォレス・ルーニーはクラーク・テリーとディジーガレスピーからの教授を得た後、マイルス・デイビスより1985年から1991年に亡くなるまでの間に多くを学んだ。ルーニーはデイビスが音楽のインストラクターであり、助言者であり、友人であったばかりでなく、人生に向かって創造的な取り組みに挑戦していった。 人物と信じていると語っている。ルーニーはデイビスが個人的に助言者となった唯一のトランペット奏者だった。モントレージャーズフェスティバルでのウォレス・ルーニー・ルーニーはフィラデルフィアで生まれた。マサチューセッツ州ボストンのハワード大学とバークリー音楽大学に通い、コロンビア特別区パブリックスクールズにあるデューク・エリントン芸術学校を卒業した後、 ボルティモア交響楽団のラングストン・フィッツジェラルドとトランペットを学んだ。ルーニーは4歳の時に絶対音感を持っていることが分かり、フィラデルフィアセトルメント音楽学校にて音楽とトランペットを学び始めた。3年間、フィラデルフィア管弦楽団のトランペット奏者、シグモンド・エリングに指示。ヘリングはルーニーがフィラデルフィアで勉強している間、 フィラデルフィアブラスアンサンブルと共に、セットルメント音楽学校のリサイタルへとルーニーを定期的に参加させた。ルーニーはデューク・エリントン芸術学校に入学した時、すでに15歳で、ネーションとハキ・マブティとのレコーディングデビューを果たしており、その時にビル・ハードマン、バレリー・ポノマレフ、ウディショー、ジョニー・コールズ、フレディ・ハバードと出会った。彼は、高校の先生からの励ましのもと、 16歳でビリー・ヒギンス、サム・ジョーンズ、フィリー・ジョー・ジョーンズをフィーチャーしたシダー・ウォルトン・カルテットで演奏した。ルーニーはワシントン DC エリアで才能ある地元の演奏家としての地位を獲得していった。1979年と1980年にルーニーはダウンビート氏の最優秀ヤングジャズ・ミュージシャン・オブ・ザ・イヤーを受賞し、 1989年と1990年にはダウンビート氏の批評家投票で注目に値するベストトランペッターとなった。1983年マンハッタンのボトムラインにてマイルス・デイビスへのトリビュートに参加している間に自分のアイドルであるデイビス本人に出会った。彼は私がどんなトランペットを持っているのかと私に尋ねたんですと、ルーニーは タイム誌に語っている。でも私は彼に何も言えなくて、そうしたら彼は私に彼のトランペットを一つ譲ってくれたんです。1984年と1985年、かつてジャズシーンの主要な部分を担っていたニューヨークのクラブがほとんど姿を消したため、ラテンダンスやレセプションバンドでの演奏を余儀なくされた。しかし、1986年の全く同月に、 ドラマーのトニー・ウィリアムスとアート・ブレイキーから一緒にツアーを行ってほしいという2本の依頼電話を受けることとなり、その後、ルーニーはプロのサーキットで最も需要の高いトランペット奏者の一人となっていった。1986年、ブレイキーのジャズ・メッセンジャーズでテレンス・ブランチャードの後を引き継いだ。1980年代後半から1990年代初頭にかけては、 ウィリアムズのクインテットに不可欠なメンバーとなった。1991年、ルーニーはモントルージャズフェスティバルでデイビスと共演した。その年のデイビスの死後、ルーニーはデイビスバンドの卒業生であるウェイン・ショーター、ハービー・ハンコック、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスと一緒に追悼ツアーを行い、グラミー賞を受賞したアルバム。 マイルス・デイビス・トリビュートをレコーディングした。ルーニーは自身の演奏技術をマイルス・デイビスから直接学んだ。批評家はルーニーを彼のアイドルであるデイビスに似すぎているように聞こえることが課題であるとした。ルーニーは1987年にリーダーとしてのデビューアルバム VS をミューズレコードにてレコーディングした。ミューズ、ワーナーレコード、コンコードレコード、 ストレッチレコードといったレーベルからのアルバムも数多くリリースされ2000年に40歳になるまでの間ルーニーは250枚を超えるオーディオレコーディングを行っている2000年代のアルバムタイトルにはハイノートレコーズからのミスティカルとジャズがある最近の2枚のアルバム A プレイスインタイムとブルードーンブルーナイツではおいでドラマーのジ女ルーニーをフィーチャーしているレスルーニーは アメリカ合衆国連邦保安官で、米国行政府職員連合ローカル102のトップを務めたウォレス・ルーニーの息子であり、フィラデルフィアのミュージシャンであったルーズベルト・シャーマンの孫であり、テナーサックスとソプラノサックス奏者のアントワーヌ・ルーニーの兄だった。1995年、ルーニーはピアニストのジェディ・アレンと結婚し、二人の娘と一人の息子を持った。 結婚はアレンが2017年に亡くなる前に破綻していた。この二人のアーティストは1990年代と2000年代の多くにおいてそれぞれのアーティスト名でリリースされたレコードを共同制作している。ルーニーは人生の早い段階からニュージャージー州モントクレアの居住者となった。ウォレス・ルーニーは2020年3月31日、 ニュージャージー州パターソンにあるセントジョセフ大学医療センターにて59歳で亡くなった。死因は COVID-19 から生じた合併症であった。ジェリア・レンケニー・バロン・シンディ・ブラック・マン・ワート・ブレイキー、チック・コリア・ジョーイ・ディ・フランセスコ、リッキー・ホード・ディ・ジー・ガレスピー・ヴィンセント・ハーリング、ヘレン・メリル・ヤルモ・サボライネン、ジェームス・スポルディング・スーパー・ブルート・ニー・ウィリアムス、パワーハウス。 ありがとうございます。